サイエンスエンターテイナーのアスカアキョウですえ。今回も素晴らしいゲストをお迎えしております。元民主党の経産副大臣及び弾劾裁判長の牧野先生です。<laughs> <laughs> なんか肩書き聞いただけで恐ろしいんですけどいやあのお財長さんと喧嘩しましてね <laughs> 私 <laughs>、うん、あの全ての役職離れたんですよって <laughs> それで離れたらですねあの民主党の皆さんが牧オさんに「無益じゃ申し訳ないからなんかあの<う>言ってください」って言ったもんですからね。 あのまあ、私に会うのな何か役職探してよってこう冗談言ったらね「うん、あの弾劾裁判長 <laughs> あの参議院から衆議院回ってきますけどやってくれますか,か?」それあ,あそれじゃあやらせてもらいます」ってあれ弾劾裁判長は衆参に一<え>人しかいないんですよ国会に。<ー>それがだから一年交代で参議院と衆議院で持ち回りしてるんですけど、うん、衆議院来ますからやってくれますかとっいやそれじゃあ やらせてくださいと言って<ー>あのやらせてもらったんですね。だから最高裁判う上でですすってそうですね立場からすると最高裁長官を裁判するあのすそういう立場になりますんで <laughs> それはかなりあのああ考えてみれば重要な役職かなと思いますね。ははい、司法のある意味要よりも上ですからね。そうですねはい 大したもんだわいや今回ね、はい、いやーもうせっかくこの政治の裏また裏のまた裏もう実はご存知の実際その中枢におられた方ですからねいやー今回迷いましてどのテーマからやっていけばいいんだろうまあ逆に言えばまあ何でもいいのかって逆にねええー。だから 今回なんかお持ちくださっっているんですってテーマまああの地震の時のことはあの地震のことについての事実はあれだけまあ報道も出ましたので、はい、国民の皆さんもよく承知していると思いますが、うん、あの時地震というものに政治がどういうふうに関わっていたのかっていうことは意外と知ってるようで知ってないこともありますので、うんうん、そのことを私のまあ頭に うん、残っていることをお話しさせていただいてあの政治とはそういうものなのか今後どうしたらいいかってことを皆さんに考えていただければ、えー、まあいいのかなと思って、えー、そのテーマで。今おっしゃった地震というのは3.11、はいね、東日本大震災と福井地震、はいで,はい、ですねあ。あの時に民主党政権の中枢におられましたからね。ということは。 知ってるっててる表沙に今までなってないみんなが逆に言えばそういうもんだというふうに報道新聞とかテレビでああと思ってる実はねって本当は違うんですよということを私はまあ,あ,の <laughs> あの時は国会対策にいましたので。 国会をどういうふうに運営していったらいいのかなっていうことにもう本当にあの専念していましたから直接あの地震対策の委員をやっていたわけじゃないんですけどもそういう立場だったからあの全体がどういうふうに動いているのかなっていうのはあの自分なりにあの把握していいたと思います、うんうん、あの首相官邸の方にも何度も出入りされてましたか ちゃんと一度自分で検証してから言わなきゃいけないんですけども、うん、あの地震があった時の政権は民主党の政権ですよね。うん、総理大臣は菅直人さんで、はい、それで官房長官が枝野幸男さんです。ね、まあ真面目なお二人ですからいいんですけども、うん、あの地震については「ず、ま、ぶ、あの素人」って言っちゃいけないんだろうけども。うん 素人だったんでですすよよねねそそう地震のプロといったらやっぱり地震学のねやっぱりこう経緯のいろんなそういうまず全部科学的なものも含めて知ってなきゃいけませんからね。そうですね。だからそれに対して起きてしまったその災害に対してどういうふうにして対応をしていくのかっていうのはそれは政治の問題なんですよね。はい、だからその時に あの政治家がどういうふうに対応したのかなっていうのがまあ後世からの批判を受けるそういうものだからあのみんな真剣にあのや取りそれでまああのよく政治家が言う言葉の中に政権なんかが近づいてきたりするとよく冗談で言うんだけども。 あの悪性は天才を呼ぶっていう言葉があるんですよね中国にだから自分が政権を取ってる時にそういうあのとんでもない震災とかそういうことに会いたくないっていうのはあのみんなの政治家がトップの方にあの座っていくとみんんな誰もが冗談でで言うんですよあのだから自分がやってる時にあのそういうことが起きないようにしてもらいたいなっていうのは冗談でもみんな言います。 それは自分が得,得がない証拠になっちゃうんですよね。確かね江戸の時の宝永年間に、ね、富士山が大爆発、はい、その前に実は大地震が起こってその時綱吉ですよ。ああ松田熊にチェンジでしたからねそうですね。ねあれ悪性なち、まあ、お,お犬さんが大事というねああいうことやったからだとかいう形であっという間にも,もう変わりました。あのー 世界でもねいろいろなあの天変地異があった時にはその時のやっぱあの王様がよくないとかねいろいろ言われるんで、はい、まああのあんまりそんなことを真剣に言う政治家はいないんだけども <laughs> あのやっぱあの政権の担当者になってくると、はい、あのよく冗談で「俺の時にそんなのあると嫌だな」っていう、まあ、冗談では出るくらいそのことが、はい、あの菅さんの時に突然来てしまったから。 確かに菅さん、政国会で当面してる最中でしたよね。あれそうですね。あのー、<laughs> ちょ<っ>大変なことです、ね、私なんかも本当これ冗談ですけども、うん、私はねなんかお昼時間かったと思うんですけど、うん、あのー、自分の会館の事務室からですね、うん、なんか用事があってあのー、歩いて10分ぐらいのところに赤坂に宿舎があるんですよ。<ー>宿舎へ帰って。 24階の21階が私の部屋だったんですけど<う>そこ行ってですね着替えようと思って裸になりかけたらですねドーンと来たんですねなるほどなよろけままして倒れ何がよくたかと思ったんですけどね、あのーうん、でも裸になって言うわけにいかないもんでね <laughs> こんな時にもし死んじゃったらね後世に笑われちゃうんでと思ってすぐにもう着替えてちゃんとしてああやっぱり、ねえー、いやこれ本当かどうか分かりませんよ。 でも後に言われてるのは坂本龍馬がバッと眉間が割られてね、はあはい、あの時に彼,彼,彼本当これはほんのか分からない着物をねもう一回着衣乱れがないようにして <laughs> ということをやったというのがあるんです、はあ、で僕実はねあの決してそういう病気持ってたわけじゃないんですけど一過性でこの関管紙なんだろうキュッとこう閉まっちゃったんですよ、ええ、本当に。 息ができなくなくっっちゃった、うん、その時どうしたかというとベッドに出あのもしねむだれたようなこんなん嫌だからとて、うん、でなんていうのあ、うん、ってって治りましたけど、うん、<laughs> まあ小児ぜのの、うんそくにな高齢者全息っていうのは <laughs>、まあ、その後もじ、ね、もこれのね薬でちゃんと治ったんですけど一過性のものっていうのもあるんでただその時思いましたよ。あやっぱり やっぱりちょっっととやっぱり着衣のこと考えるんだなと思って <laughs> そうですね、まあ、私ももう, <laughs> もうすぐに、ね、もうネクタイしてですねでまあ21階からねエレベーターに止まっちゃったと思うんですけどね<ー>ずっとう歩いておりましねそ,うそ,うそしたらまあ不思議なことにあの多山池三王の駅のとこまで歩いてきたらねあの娘2人がいたんですよ。ええー、娘とあの心配して 2>, 2人ともね別々のとこにいたんだけど<ー>やっぱ心配してねあの ため、ため息の赤坂向かってきたんですね。<laughs> れで、私はそう言って、会ったもんさ。<laughs> いや<ー>、親子<ー>さん、愛されてますね。<laughs> 親子って不思議だなと、<laughs> まあ、思いました。まあ、これ余談なんですけどね。うん、まあ、そんくらい、あの。まあ、菅さんにしても、みんな、あの、政権もらっている時に。もう、本当に、想定外のね。えー、すごい、あの、震災に来たもんですからね。 あのー、あれ発表早かったせいで、まあ、一瞬「あ東京直下来たか」って一瞬思ったでしょうかテレビがすぐね震源がどこどこって出ましたからね。いやもうあの時の津波のねあの攻めてくる様とか逃げていく。 逃げながらそれがもうあのねあのその人の上に波がその追いかぶさっていって見えなくなっちゃう姿なんていうのはテレビでもリアルに見えましたからねはい、はい、大変なことが起きたなと思ったんですね。後にねまあ VTR もそうですけど見事に加工されてましてあの後にですよあのライブでやったら別かもしれませんけど一人の人も流れていないとね流れるのは車とかだけであれ、うん どうやったのか知らないけどうまいこと映像をやってただ欧米の方はいっぱいリアルに出てるんですけど日本のあれはなんで流さないですかね後のちの。まああのー、競技場の問題でですねあの本当にこう目の前に死んでいく姿がこう、ええ、あの見えているのはよくないんじゃないかなっていう意見もあったようですね。発災したすぐの時に、まあ、リアルで いろんんなものを見ちゃったんだけどしばらくたってからあの子どもたちがあの現場を思い出すのもあんまりよくないんで人が死んでいく姿はあまり出さない方がいいんじゃないかなっていう意見があったようなことは聞いてますけどね。日本ではね、まあ、戦時中も含めて本当のこと言わないという <laughs> よくも悪しくもね、まあ、3.11に関する限りはもう、まあ、おそらく僕はそういう良心的な面をね、まあ、考えて。 まあそういういうにしたと信じたたいんですけどね,ね、うん、ただね僕が一つ言わせてもらうとね不思議なことあるんですよ。というか理屈に合わないことがあってあの国家官僚霞が関ですね、まあまあ、とあ官僚って言っていいや彼らは記録を作るある意味仕事ですよ。ところがですね あのその当時のいろいろなその民主党のそのまああのされは大変ですよもうねあの首相官邸なんかでもそれは槙野さんも大変だったと思うんだけど会話とかそういう記録はありませんって言ってんのまあ混乱していたからですねあの議事録も取ってる人もいなかっただろうしいろいろなことあったと思うんですよ、ね。官僚はそれ仕事でしょう そうっすね。なんでなかった。まあ。結果的にどっかに責任が、あのう、さってしまうことは、やっぱ、あの、避けたいんで。あの、受信そのものは想定外の事実として、分散しておきたいっていう,があったと思う。そうなんですよね。そこにね、うん、人為的なものを感じるんですよ。いや、ごめんなさいね。これ冷徹なもんです。記録っていうのは。で。 ああいうことありましたよねとかいうのをこう断こ裂うしてみいさんの後ちに一切記録はないので忘れました <laughs> 記憶にございませんこれなんかどっかで聞いたようなあれに近いんだよ。それかあの時先おっしゃったように専門じゃなかったじゃあそうでしょうね。じゃあ専門ってあの時いたんですかあのー、私はまあその場現場にバーしたこともないし見たこともないから。 あのいい加減なことを言っちゃいけないとは思いますけども、うん、あの菅さんもあの枝野さんもみんなあの、うん、素人なんですよね。田さんんも担当大臣だだっったたけど、うん、さんの,あのみんな素人でもその人たちがあの対策の方針を決めたり国会答弁や委員会答弁をしたり、うん、何かしていかなきゃならないんですけども、うん、あの答弁書を誰が作ったのかなっていう、まあ、素朴な疑問は 私でも持ちますよね誰が作ったのあれ、うん、いやだからその時私はバーしてないからあの何とも言えないんですけども後になって噂で聞いたことは、うん、あの時にあの東京電力が東電が中心となって、うん、原発に関する各企業の若手の本当のエリートをあの秘密裏に あの官邸の地下にあの集めてあのい,いろんな対策をしていたんだいと、えっと。すみません。はい、関連の各企業って問題なければ全部言ってもらいます。まあまあ東電が中心としなってまああの原発をやったわけですから。関連,各企業関連各企業ですね。まあ N.E.C. とか立田とか。<EC> ああ富士通だとか。あるいは作った富士重工だとか。いろんな関係ですね。<や>あの。いや、待って。かなりたくさんの企業があると思うんですよ。大きなところだけでもいいです。まあ、富士通まで上かった。まあ、あとは、まあ、いろいろな、その原発村ですよね。<村>原発村を構成している原発を作った時の。 日立入ってますかもいると思いますねあの, <laughs> 日立の朗読名の出身の大畑さんという方がその前の経済産業大臣でしたからあの原発行政には深く携わってきた人ですよねだから原発が終わっあのあの事故が発生した後もいろいろな意味であの政府に対してはあの協力していたなと思いますね。じゃあごめんなさいね、はいねわゆる 原まあこれだけでおそらくウィキペディアったらだーっと出てくると思うんですけ、ね、ど、はい、ほぼその中核が実はあの地下に陣取ってたってことですね。という噂がありましてね私はだから現場見たわけじゃないんで <laughs> いや分かるんですよわけにはいえないんだけどもあのそ,の当時はその時はいなかったん当に極秘でやったんだけどもそれがあの<秘>だんだんにあの漏れて出てきているんですよねあちこちで。 その時集められた人たちももう本当にあの観光令が涯観光涯絶対言うなっていうことで言うな黙っとれってそれは政治家に対してじゃなくて、あのー、もう一切そこから出たら誰にも言うなっていうことでマスコミは四大新聞社も含めて誰も気が付かなかったってことですかいやー あの時ちょっと人取ってたでしょ、あのー、ブラウザ会の記者がだから、あのー、裏口から出入りして<口>夜だけ夜だけそれ噂ですよいや<の>噂本当にあの私もその場合言ったわけじゃないからいや普通考えてくださいい,だいやわかります言ってくだわかりますどっしりことでしょうある意味彼らから見たら政治家って誰がフォローするかってっそういう連中がまず集まってシンクタンク作らないとどう発言するかっていうのを 指導できないんじゃないですか。じゃあ間に当然いるのは官僚どもですよ。あ、まあ当然官僚もそれ関わってくると思いますけどね。本来記録を作らなきゃいけない官僚どもが記録は一切ありませんっていうのはこれ官公令の結果ですね。まあそうと思いますね。<laughs> あれはね, <laughs> ねあのー、<laughs> 私にしてみるとあの時あのー、まあ国民も全部そうなんだけどもいくつかの疑問があのー、ありましたよね。 はい、あの原発があの事故を起こしてあの派手てしまったのは地震の結果なのかそれとも津波の結果なのか、うん、まあ複合的なものなのかっていうあの大きな疑問があった時に、うん、あの時にもういち早くあの官僚も、うん、それから政府も、うん、あの表立って た皆さんの見解は、うんうん、あの原発は地震では何のあの損傷も受けなかったけれども、<laughs> 津波によってあの原発やあの配論が壊れてしまったと。水没した結果、うん、電源まあ地下にあったかな水没したと。そうですね。結果<の>電源が落ちたと。そうですね。でそれでまああの水がね。 入らなくなくっってしまったんでずっとあの原子炉は燃え続けて、まああいう事故になってしまったっていうことになるんだけども。ちょっと待ってくださいね。じゃあそういう発言を指した連中というのが東電を含めた各原発企業たちの結論です、ね、そうですねそれは官僚も含めてうう政府も含めてそういう結論にしたんですね。官僚のお得意ままずず答えがまずある 答えはままず決まってたあとはそれを対してこういろいろ加えて結果的に答えになるようにするこれやばいですよあのこれ僕の今聞いてる範囲で僕自身が判断したことはこれ津波が原因じゃない可能性が極めて出てきたんですけどまああの原子炉が爆発してしまった原因は まあいくつかの謎が残っているんだけれども国民も関係者もどうしても払拭できないのは地震によってあの原発がやっぱ損傷して事故を起こして爆発したっていうのがその,あの疑問があの取れないんですよね。そそれをあのそうじゃなないあの地震では事故は起きなかっったんだけども津波によって あれだけの災害が起きたんだっていうことにあの国論を引っ張ってたのはまああの原発でしょ。そうです。あの東電社長でしょ東電の東電が中心となって原発村の人たちを全部集めてそして政府も巻き込んで巻き込んであのそういう論調に強引に持ってたんですね。